アントニオ・マンチーニはイタリアの画家である。ローマで仕立て屋の息子に生まれた。幼い頃から美術の才能が認められ、12歳でナポリ美術アカデミーに入学し、ドメニコモレリア、フィリッポ・パリッチラに学んだ。同じように貧しい境遇の彫刻家のヴィンチェンゾ・ジェミートと親友になった。1870年までには画家として成功し、 サロンドパリに2点の絵画が出展された。1872年にベネツィアを旅した。美術学校を卒業し、ローマに戻り、ローマでスタジオを開いた。イタリアではベリズモと呼ばれる写実主義のスタイルの絵画を描いた。1875年にパリに数ヶ月滞在し、パリの画商、アドルフ・グーピルや画家で、コレクターのヘンドリック・ウィレム・メスダフのために2作品を、 制作した。1877年に再びパリを訪れ、有名な画家のエド・ガードガやエド・アール・マネと会い、人気のあった肖像画家、ジョン・シンガー・サージェントと友人になった。エルネスト・メソニエやジャン・レオン・ジェロームといった画家とも知り合い、サージェントに招かれて1880年にロンドンを訪れ、ロンドンでもマンチーニの作品は好評であった。 1881年からうつ病に苦しむことになり、入院し、1883年には、ローマに戻り、20年にわたって、ローマで過ごし、メスダフラからの援助を受けながら苦しい生活を送った。1903年から1913年までは、フラスカーティに住んだ。ローマで没した。ありがとうございます。